よし、丸い子を作っていくよりね。ライン、きれいに作っていってください。はい。お願いします。はい、いいよ。ちょっとセット細かいからまっすぐ入らないようにね。はい。クラッチさん、俺のカバンの中にさ、うん、椅子あるわ、椅子。うんうん、ありがとう。行きに行きます。細かいからな、しっかり早く動いてね。タイミング遅れないようにしてね。はい。これ続けてなっちゃうけど大丈夫、うん、これ一旦切った方がいいんでしょ。いや、もう取ってあるんで大丈夫ですよ。はい。このウェーブ手前のところで落とされないようにね。はい、スタート OK。 はい、レーシン3本目もなく入る、ね、勉強して脳みそ入りすぎてから頭の中いってる。重たいんだ。こっちが取るの、はい、もうちょいタイミング早くして、後半スタンスとか開いてきたから逃げないようにスキーから。はい。よ。エイシン。ハナです、お願いします。ハナは3本滑った。まだ。次3本目です。3本滑ったら行けないですね。了解です。あ、大丈夫です。 OK、 もう大丈夫。上から出すからね、先生。ハンナコース整備入ります。はい、よー。俺よく耳聞こえないんだな。上は出だし勢いよく取れそうだ、雰囲気あるけど、この伸び上がるところが、ちょっと上げて上げて、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、よー。エイシン、お願いします。気持ち波打ってると思ったと、ボールの方が若干高くなってるからね、外と外さないようにして。はい、エイシン。おっ、渚です、お願いします。渚さん、
みんな全体 GS ラストにするんだけど、どうなんですか、もう一本行きたい感じですか。では行きます、お願いします。はい、はい、しっかり刈り込んでね、真ん中のロング取れてもいいんだからね。はい、外郎です、お願いします。これさ、ちょっと行こう。はい、です、お願いします。はい、ストックしっかりついて状態安定させてくれな。あと動き出しをかな。あ、めっちゃ聞こえます。基本的にしっかり前、真上まで持ってこないとスキーも結局使えないで、ここがずっと高かったって言ったら、こっから使ってて、こっから結構大きい。はい、ボールがここに来るってこと。ショートだから上がっても痛くない。ガツンと入ったら、もうこの外側なんか全然滑りづらいってことがないから、しっかり運動が早く効いたら、うんうんうん、気持ちも大事だから、はい、いや、落ちなくなったじゃん。はい、もう調整に行きますよ。申し訳ないです。いやいや、これエーシン、うん、エーシン、前半から押し込んで押し込んで、こうやってギャン、ギャン、抜いてからある。楽しそうな顔、楽しそうな顔してる。いや、エイシン、お願いします。エーシン。はい、塚田さん、急斜面入り口のところですね。アウトからインサイドに切り込んでくるようにして、インで入ってこないようにしましょう。どうぞ。うん。うまい。もう一個。必要です。お願いします。入り口のラインだぞ。アウトインでしっかり入ってくるようにして、ライン。エーシン。クール。はい、スタート、OK よ。お願いします。はい、エーシン、どうぞ。お願いします。はい、どうぞ。さっきぐらいのラインでいいですね。押さえて切り替えてください。はい、スタート、OK。エーシン、エーシン。
竹内です、よろしくお願いします。はい、竹内さん、これラストにしましょう。どうぞ。エイシン、おっと、体回っちゃったか。エイシン、はい、スタート OK。ダブルの2個前の青のとこ少しガタガタしてますが、それ以外は全く問題ないです。エイシン、どうぞお願いします。うん、そう、こっち。はい、どうぞ。エイシン、エイシンもだいぶ疲れたな。うん、どうぞお願いします。はい、どうぞ。やる気がなくなって、あの4本全てはコースですね、はい、4本全てはコースで入れてください。で、他は滑る子もいますので、後ろ見ながら、コースセーブの方をお願いいたします。了解しました。